ございます。高木先生、丁重なご紹介ありがとうございます。それから統合の日の基調講演にお呼びいただきまして、誠にありがとうございます。早速始めさせていただきます。この4月からスタートした我々の機構ですが、5月に、外人記者クラブという結構当たりの強いプレスの会がありまして、その時に使った、パワーポイントをちょっと使わせていただきたいと思います。我々の研究機構は、医療研究開発の速度を最大化するということが大きな目的で、その目指すところは単に、ライフスパンを長くするだけではなくて、人々の QOL を少しでも良くしていこうと、こういう、考えで動いております。今ちょうど半年経ったところなんですけれども、我々のファンディングは皆さんご存知のように、この赤の経産省と青の文科省と黄色の厚労省のファンディングが、なぜこれバーが違うかというと、ファンディングの大きさが違うからでありまして、1対5対4という数字でこれ表現しております。で、研究費の額というのは本場の NIH の約 3% でございます。で、我々はご存知のように研究所も、病院も、持っておりません。3% というのは非常に小さい、と思うんですけれども、アメリカと比べるとでなんですが、もし6つのナショナルセンターの予算と、それから理研の予算、理研の中 の、 メディカルサイエンスの予算、あるいは産総研の、生物系の予算、こういったものを集めて、計算するとですね、そんなに小さな、研究費ではないということであります。で、皆さんから時々聞かれるのは、A メドが自分の研究開発を考えるための研究所や、病院を作らないのかという話が、何度も、聞かれましたけれども、その度に私が答えてますのは、そのための予算があるのであれば、一番最初にやらなければいけないことは、それを今いる研究者の方々、研究開発に携わっている方々にアロケートするのが我々の使命ですというふうに答えています。4月からですね、発足して今330人体制でやってますけれども、皆さんには大変ご迷惑をかけていて、と申しますのも、予算のほぼ全てが補助金という仕組みで動いています。この補助金は運営費交付金と違いまして、非常に使い勝手の悪いお金になっていまして、例えばゲノムの研究で購入した次世代シークエンサーは同じ施設のがんの研究には使えませんし、つまり多目的使用は固く禁じられています。そういういろんな問題があって、4月からスタートいたしました。それからご存知のように、例えばメドから今まで出ていた研究費、JST から出ていた研究費、あるいは厚生労働科研費から出ていた研究費、全部ルールがバラバラで、ありました。それから間接経費に関する考え方も、全く違います。今日は統合の日ということで、情報に関わるところで、お話を集約して、皆さんのご意見も、最後の方で時間をぜひ残して、伺いたいと思います。330人でですね、3300の研究契約のマネジメントをするのは結構大変なんですけども、泣き言を言わずに何とか頑張ろうと思っています。その330人の諸君に申し上げているのは、3つのやってはいけないルール、これだけはやってくれるなというのを簡単にカートゥーンに示しました。真ん中にビューロクラート、これビューロクラートですね、花坂じいさんなんですけども、花の咲いてるところに一生懸命灰をまいてます。まかなきゃいけないのは右側です。ということで、我々はそのメディカル R&D のお金がきちんと人々のニーズに応えた形になってるかどうかをしっかりチェックしようということであります。2番目は、大きなお金が一時ですね、バイオメディカルサイエンスに投下されて、今でもそれがほぼ横ばいかちょっと上がるぐらいで推移してますけれども、やっぱ大きな反省点として、シーズはですね、ここにあるように、この茶袋の、麻袋の中にシーズはいっぱい入って満載して、
トラックでどんどんやってきます。で、野原の真ん中のレストランでこれを料理して、どんなごちそうが出てくるかと思ったら、お皿の上に乗ってるのはやっぱり、種一つと、こういうことになります。なんとかトランスレーショナルリサーチをしっかりやろう、こういうことです。日本版 NIH という話が最初出たときは、51の学会がみんな反対して、それは基礎研究がの、ファンディングが大きく削られるんじゃないかと、みんな応用研究に行くんじゃないかということで、51の学会が結束して反対しようということで、私も生化学会におりましたので大反対をしておりました。しかしながら、ここで重要なことは、我々がここで考えているトランスレーショナルリサーチというのは、実はリバーストランスレーショナルというのもありまして、応用研究、現場のニーズに応えるべく、今の技術ではどうしてもブレイクスルーできないような時にですね、本当に必要になるのは、出口が明確にならないけれども、グランドブレイキングな、技術革新というのはやはり純然基礎研究から出てきます。まあ、これをしっかり大事にしようというふうに考えています。3つ目のマストノットルールです。今度はお役人はですね、日本の臨床研究、臨床 の、 先生方はですね、まあ、今こういう状態で臨床研究やってるんだっていうのを書いたんですけども、ぐるぐるに紐で巻かれてですね、自由の効かない状態で、アクセルを踏んでいいんだかブレーキを踏んでいいんだかわからない状態になってるんですね。で、お役人、これどこの役所とは言いませんけれども、お役人が、急げゴールは近いぞと言ってるんですけれども、足ではしっかりブレーキを踏んでいるという、そういう図です。まあ、車の色もクレイジーな色になってます。要はですね、前に進むなら進もうよと、止まるなら止まろうよと、でアクセルとブレーキを最初から同時に踏むようなことはやめようと、無駄なエネルギーを使うな、こういうことであります。で、私は着任したのが4月1日なんですけれども、この立ち上げは本当に大変でした。約半年5ヶ月ですか、準備期間あったんですけれども、60人の人間で今動いている生身の研究プロジェクト、3100件を、4月に滞りなく着地させるのに相当苦労しました。で、おそらくこの時にですね、A メドはもう非常に評判が悪くなったと思います。つまり、2月3月にその、切り替えのですね、手続きで、たくさんの大学の先生方にご迷惑をかけました。その頃、組織体制4月からどうなるんだということで、見せてもらった、これ図なんですけれども、まあ、この図を見て、まあ、愕然と、したわけであります。これはもう今私が最も信頼して一緒に仕事をしておりますこの経営企画部に、皆さんもご存知の方いらっしゃると思いますけど、板倉康弘さんという大変有能な、ライフ課の課長さんだった方がいらっしゃいます。それから、執行役で今菱山、さんというこの方もライフ課の、板倉さんの先輩の課長だった方ですが、この2人が、私のブレインなんですけれども、その板倉さんからですね、これ見せてもらって、板倉さん、これなんで組織がこれ横にこう置いてあるのって聞いたら、これ90度回すとですね、革新班の縦割り組織ですよね。で、なんでって聞いたらですね、いや縦割りに見られたくないからですっていうふうにおっしゃって、いい加減なこと言うなっていう感じだったんですけども、それで5月にスタートしたらですね、先ほど の、 外人記者クラブの時に、まあ、これも非常につらい経験だったんですけども、あっという間に記事にしていただきまして、サイエンスにこれこういうので乗りたくないんですけど、ジャパンズ NIH スタートイズモデストファンディングバットハイアンビションなんて書かれてですね、余計なお世話だと、いうことです。で、今我々の組織どういうふうに動いてるかを簡単にご説明します。これはですね、我々もはっきり申し上げますけれども、非常に不思議なんですけれども、イギリスのですね NIHR、基礎研究をマネージしてるとか NRC とかですね、それから NHS という臨床研究、パブリックヘルスをやってるところ、ここを全部ファンディングのを集めてですね、一体基礎と臨床の黄金比ってどれぐらいなんですか、基礎研究は全体のファンディングのどれぐらいあるといいんでしょうか。もう皆さんよくお分かりだと思いますけども、基礎研究、出口のことばっかり考えて基礎研究をおろそかにすると、間違いなく起きるのはですね、我々のフィールドで再生不良性貧血という病気があるんですけれども、造血幹細胞が全部枯渇してですね、全部赤血球や血小板になってしまうと、もう二度と造血は起こらなくなります。で、このセルフリニューアルが起こらない、マネジメントっていうのは、こういう研究ではもう致命的なことであって、
つまりフラクションがある程度ないといけない。イギリスの方に聞きますと 55% っておっしゃってました。基礎が55ないとダメだと。要するに半分では足らないと。で6割だと多すぎるって、まあ、こういう感じです。同じことをですね、 6月にフランシス・コリンズさんってあの NIH の方に聞きました。びっくりしたんですけども、示し合わせてるとは思わないんですが 55% って書いてきました。やっぱりそういうそのベーシックサイエンス のあれが必要だと思います。で今度ですね、それを、この黄色のバーはですね、戦略推進部というところにある7つの研究科で、これはほぼ、病気のカテゴリーですとかでこう分かれています。で簡単に全部は今日お話ししませんけれども、再生医療、がん、脳と心とかですね、こういうふうにこう見ていきます。と例えば脳と心っていうところだけでさっきの基礎臨床の比率を見ますとですね、ここ正直言って8対2ぐらいになってます。あの基礎研究ブレインサイエンス非常にやっぱり日本は強くてですね、結構なんですけども、残念ながら、臨床研究のプラットフォームほとんどありません。これはですね、基礎研究者が強すぎて臨床が弱いというよりも、臨床で扱っている病気、例えばうつ病ですとか、それから発達障害とか、認知症、これの診断や追跡が非常に難しい。それから国のファンディングの仕組みは皆さんご存知のように3年とか5年しかありません。だから進み方の遅い病気をハンドルするためのファンディングはないんですね。存在しません。でこういったところを今後直していく必要がしっかりあるだろうというふうに思います。今日はですね、この中でもこの難病研究科のところで我々情報のテクノロジー、おそらく今日ここにおられる皆さんが聞いたら、なんだそんなの簡単だっていうようなことがですね、現場の臨床の先生たちはどうしてもできないんです。それを今日ご紹介して、皆さんとちょっと議論をしたいと思います。これはイギリスのですね、BBC ニュースの、数年前に出てきたもので、あ、こんな患者さんの団体があるんだっていうことで、 SWAN SWAN という、患者さんの団体があります。この方たちは病気のいろんなガイドラインとか の作成にもコミットしています。日本にはこれに類する、患者さんの団体ってないんです。大体みんな決まったな病気の名前で全部カテゴライズされてます。 SWAN って何かというと、シンドローム without a name っていうことです。間違いなく病気なんだけど、教科書に載ってない病気、名前のついてない病気です。名前がついてないから保険収載も当然できてません。こういう病気がたくさんあります。ちなみに1遺伝子の異常で、1つの遺伝子の異常で、軽い思いは別として病気になる、そういう遺伝子って7000ぐらいあるだろうって一応言われています。そのうち、日本でですね、難病でもう診断がついて指定、難病の指定を受けても300種類、ただそのうち保険収載を、されているものは、おそらく数十しかないと思います。じゃあ残りの人たちはどうしてるかというと、これ研究費でマネージメントされています。実は厚生科学研究費で、それがマネージメントされています。この人たちが、治療の恩恵に預かれるか、ほとんどの方は預かれません。なぜならメカニズムが分からないからです。で基礎の研究フィールドでは、一遺伝子疾患はもう終わった、やることはないと、ノーベル賞の対象にもならないと、こういうふうに思っておられますけれども、実際の世の中で起きていることは、そういったところに非常に困っている人たちがたくさんいるということで、このスワンの患者の母親の言葉を見るともうそれがすぐ分かります。検査を受けても受けても全部異常なしとの結果が返ってくるばかりで、どの医者も答えを教えてくれることはできません。検査を受けるたびに私たち夫婦は打ちのめされ、自分たち家族はいつ終わるともしれないジェットコースターに一生乗り続けなければならないのかと、とてもやるせない気持ちになるって書いてあります。で、こういったことに対して、NIH で立ち上がった方が2008年、ですけれども、ウィリアム・ガールさんという方で、この方は来週、人類遺伝学会とかですね、AMED のシンポジウムに来てくださる方なんですけども、UDP プログラムというのを作りたいというのが医学の世界で起きていることです。非常に微妙で難しいものがたくさんあるということです。でそれ以外の1000例ちょっとの中からですね、実に30から40の新しい疾患が明らかにされました。でその時に大きな力を果たしたのが遺伝子の解析です。遺伝子の解析といっても、ホールゲノム解析で全員をやったんではなくて、一番最初は限られたバジェットでエクソーム解析をやって、その中から候補遺伝子を探してという作業をやりました。
ここに今出ている方はですね、1歳3ヶ月の男の子、生まれてこの方ですね、食事をとると熱が出てお腹が痛くなるということで、この方はですね、内視鏡で見ていくと消化管があの左の写真のようにあのなんて言うんでしょう、デコボコにですね盛り上がってこう分厚くなってます。こういう病気をクローン病っていうふうに大人の場合は言うんです。でもこの人大人じゃないです。ですからクローン病じゃないんですね。でなんでこんな赤ん坊にこういうものができるんだろうって言っていろいろ調べていって途中省略しますけれども、 XIAP という遺伝子があるそうで、これはあの造血幹細胞の分化誘導炎症担当細胞の機能の制御に必要な遺伝子だったそうです。ここに異常があったと。この診断の時にお父さんとお母さんから採血をして、患者さんからも採血をして、そしてそれを引き算をして、絞り込まれた遺伝子の中から一つ一つ文献を調べていって、これが全く今まで記載のなかった病気だということが分かり、そして最後にこの XIAP じゃないかということが分かった瞬間に、治療チームはいっそのこと造血幹細胞を全部入れ替えたらどうか、なぜならば XIAP 遺伝子というのは大人になるともう働かなくなる遺伝子だということが動物実験のレベルでは分かっているので、それでチャレンジしようと、こういうことになったわけです。それで治した後がこの右側の写真です。この子はちゃんと完全寛解して退院しました。ただしこの子がヘマトポイエティックステムセルトランスプランテーションを受けて治って帰れましたけど、こういう細胞を子どもの時に移植した時に20歳30歳の時にどういう影響があるかということのトレーサビリティをちゃんと NIH が担保しないとこういう治療はできません。もう一例ちょっと紹介します。治らない人の方が多いんですけども、この子はですね1歳10ヶ月の男の子です。症状は皆さんもご存知だと思いますけども、 ALS という筋萎縮性側索硬化症という超難病、難病の中の難病です。で呼吸ができない、レスピレーターが、人工呼吸器が生まれた時からついていて、そして物が飲み込めないですからチュービングニュートリション、つまり管で栄養を入れる、そして手足も動かない、そういう状態です。この子も同じようにいろいろ調べていったところ、この人はビタミン B2 の受容体の異常である、軽微な異常でこんなひどいフェノタイプが出ていました。この子に何をやったかというと、ビタミン B2 の超大量投与をやりました。リセプターのタンパクが辛うじて残っていたので、ビタミンを大量投与するという非常に簡単な方法で、この子は2歳2ヶ月の時 に2本の足できちんと立って歩くことができるようになって退院しました。そういうふうに助けれる人がいるということは非常に重要なことだと思います。で日本はですね、じゃあ後進国かというと実はそうではありません。日本は43年前だと思いますけれども、厚生省、当時の厚生省が難病の法律を作りました。そして実は日本は難病研究では世界のリーディングポジションに今でもいる国であります。ところが問題はですね、データの蓄積がパブリケーションの蓄積にしかなってない、ここが大きな問題であります。もし、この四十数年間の難病研究の記録から今現在当時パブリケーションに出たその症例の方が今どうなってるかという情報もありません。患者さんの病気ごとのレジストリーはまあありますけれども、こういうアンダイアグノーズの、名前のない、病気の人を見つける仕組みそのものが、なかなかなくて、実際にはですね、厚労省に難病委員会というのがあって、そこに全国からですね年1回開かれる会議でこういう症例がありました、これを新しい病気として認定しますかしませんかっつってこうやって手を挙げて決めるっていう、そういうアナログな仕組みになってます。今世界で起きていることはどういうことかというと、この難病のデータ、国際データベースをちゃんと作ろう。でそれを、今考えているのはこの、ILDIRC というんですけれども、インターナショナルレアディジーズリサーチコンソーシアムというのがあります。これは2003年に、ルクサンドラ・ドラケア・アクリさんという女性の、EU の、リーダーの方と、それからNIH のフランシス・コリンズさんが相談して作ったんですけれども、ここでしっかりそういうことをインフラストラクチャーを作ろうじゃないかということで、始まっています。ただまだ国際的な情報データのシェア、情報のシェアはですねきちんとまだできる状態になってなくて、そこには
ぜひ皆さんにいろいろご意見をいただきたい問題点があるということをぜひ読み取っていただきたいと思います。AMEDはですね、こういう未解決の問題も含めて、この10月から、イニシアチブ・オン・レア・アンド・アンダイアグノーズ・ド・ディジーズ、IRADというプロジェクトを始めました。これをやった理由はですね、もちろん患者さんを、一番マイノリティの患者さんにしっかり光を当てようということが最も重要なことなんですけれども、2つ目に重要なことはですね、研究者、特に医学研究者のマインドセットです。今日ここに医学研究者の方がいたら本当にごめんなさいなんですけれども、彼らはデータが取れるとですね、いいデータが取れると隠す習性があります、パブリケーションのまでの間。ところがちょっと考えてみていただきたいんですけど、5万人や10万人に1人の難病の患者さんのデータをもし囲い込みをやったらどうなるでしょうか。患者さんは当然救われません。つまりどの遺伝子が原因遺伝子でどういうフェノタイプが出てるかということが検証のしようがないんです。 N が1ですから。こういうのを N of 1プログラムっていうんだそうです。 1 of N じゃないんですね。 N of 1プログラム、 N が1しかない問題っていう、そういう意味です。でこれをやるためにはですね、世界のどこか、あるいは日本のどこかに同じ遺伝子の異常で同じようなフェノタイプの人がいないかどうかっていうケースマッチングをしなきゃいけない。これがすごい大変です。それからもう一つの方法があります。今我々日本には理研に非常に素晴らしいですね、マウスのいろんなデータベース、バイオリソースが、そのマウスの中で人間の遺伝子とイクイバレントな遺伝子をノックアウトしたときに、そのマウスにどういうフェノタイプが出るかという情報があります。しかしこれは今のところまだ難病の研究には十分生かされていません。現場の臨床医は何をやってるかというと、パブメドに行ってパブメドの論文を見て似たようなものがないかどうかという果てしないサーチを始めるわけです。こういったことをですね、少しでも手伝いたいと。それから次世代シークエンサーがどんどん良くなってですね、非常に一台が高くなる。でそういったものをですね、国で、オペレーションしている研究施設、これは臨床も基礎も関係なくですね、そういったところに入ってもらって、ゲノム解析の研究支援センターというものを、AMEDで、来年の4月までになんとか立ち上げたいというふうに考えています。これを要するに共有していこうということです。で一人の患者さんを助けるのにはどれだけたくさんのステークホルダーがいるかっていうことなんですけれども、ここに今患者さんがいます。でかかりつけ医がいます。で今までのやり方でいくとナショナルセンターですとか地域の中核病院、大学病院に行くんですけれども、いやなんだかわからないねって最後戻ってくるのはかかりつけ医です。かかりつけ医の人は、この患者さんが生まれた時から今日までの間ずっと寄り添って見てる人です。でなんとか症状が軽くできないかとか病気のメカニズムがわからないまま、本当に困ってる、そういうユニットです。今度は、この IRAD に申し込みをしていただくと、そのゲノム解析をしっかり、これ研究としてやります。臨床研究として行います。でそのデータをですね、大学に返してパブリケーションするっていうのはもちろん結構なんですが、ナンバーワンプライオリティはそれを遺伝カウンセリングを行って、この患者さんのご家族に来ていただいてきちっと説明して結果を返すということです。これ結構難しい大変な仕事になります。で今年はですね、まず関東1円からこれを始めます。実は未診断疾患の患者さんというのはアメリカのその UDP プログラムのデータ見ますとですね、なんと6割は大人です。4割が子どもです。でお子さんの場合にはですね、両親の遺伝子と子どもの遺伝子の引き算をやると比較的こう絞り込みが容易なんですけれども、大人はどうでしょうか。お父さんお母さん片っぽでももう亡くなられてたらこれ診断のしようはありません。それでもですね、日本の今までのいろんなゲノム研究の実績で、例えば日本人の標準の遺伝子のパターンの情報が立派なふるいとして使えます。ふるいというのはたくさんの、いわゆるミューテーションですとかそういった情報の中で本当に病気に関わる、ものは何なのかっていうのを絞り込むためのふるいが必要なわけですけれども、そこに例えば東北メディカルメガバンクの、健常人1000人あるいは来年以降これ4000人までいくと思いますけれども、そういった情報すごく重要になる。それからもう一つはですね、
さっきも申し上げたように患者さんに寄り添っているのは実は現場のですね、大学病院の先生の場合もありますけれど、多くの場合はホームドクターなんですね。でこの方たちは本当に切実なんです。要するに毎月来るわけですよね、あるいは毎週来るわけです。その時に何を話してあげて何をやったらいいかということでいつも悩んでる人たちです。このプロジェクトを始めるにあたって、A メドが一番最初にお願いに行ったのは日本医師会の横倉会長のところに行って、開業医の先生方の中には大学病院でハンドルできないような非常に難しい難病の患者さんを、2人とか3人とか抱えている、非常に志の高い、開業医の方もいるので、そこでぜひ、協力してほしいということで、これは一も二もなく、協力していただくことにしました。来年以降これを関東以外、関西あるいは東北、北海道というふうに広げていくつもりです。今までのゲノム研究がなぜゲノム医療まで落とし込めないのかっていうのはいろいろなオブスタクルがあったと思います。で私なりの理解で恐縮なんですけれども、実はですね、例えばエクソームを調べある患者さんの、これ実際の例なんですけれども、非常にこれも診断の難しかった溶血性貧血の例なんですけれども、エクソーム由来のですね、全バリアントの数が126,300っていうふうにこう出てくる。でそこにアミノ酸配列で の影響、つまりフレームシフト、ミスセンス、スプライシング異常などをこうふるいにかけてやって、残ったのが9774。そして世界の正常の日本人で 3% ぐらいの確率で出てくるもの、そういったものをふるいをかける、ここの精度を目を細かくしていくともっと絞り込みができるようになるはずなんですけども、そういったもので絞り込めるのがこのぐらいです。でそうやっていろいろなデータベースでフリーで公開されている情報を使っていくとですね、最後にそれでも数十の遺伝子が残って、それを調べるのもすっごい大変なんです。つまりこのピンク色のところです。この例では46の遺伝子が残って、この中で、1遺伝子疾患なのか、それとも2つぐらいの異常があるのか、よくわからない。ここまで来るとですね、なんといっても臨床医が、フェノタイプ、つまり実際の症状、表現形をしっかりと記録を取れてるかどうかということが、もうすべてのレートリミティングステップになります。で、ここをですね、しっかり調べ上げる。で、その時に世界で同じようなものがないかということを調べる方法が文献検索しかないんですね。だから、もしそのデータベースの力を借りる、あるいは IT のテクノロジーの力を借りるとするとですね、ここのソリューションができると、この三角はですね、今ここが4ヶ月とか5ヶ月かかっているものが、イルディルクではですね、これをもう1週間で調べるようにしようって、そういうすごい高い目標を持ってます。でもそれができるようになるのはおそらく医者の力ではなくて、ここにいる皆さんの力がぜひ必要だというふうに考えています。なぜかというとですね、ここのピンク色のところの絞り込みというのは、まずですね、同じ病気の人が日本にいるとは限りません。ですから今はどういうふうにやってるかっていうと、例えば日本にいる臨床医 A とフランスにいる臨床医 B がどうも我々のケースは似ているらしいって言ってメールのやり取りを始めます。でその時にじゃあゲノムの情報をお互いに交換しようかっていうのはそこで初めて出てきます。でその上で、ご家族の OK をもう一回取って、そして一個一個丁寧に、情報交換をする、つまりここのやり取りを何回もやらないとうまくできないというのが、今のところの現状です。トリオ解析の場合にはそれが非常に絞り込めるんですけども、これから大人の IRAD の患者さんはこういった苦労が出てくると思います。まあ、その時に1分1秒でも結果を患者さんに早く届けて、できればそこのメカニズムが解明できる、あるいは患者さんから取った血液細胞から iPS を作って神経の病気であれば神経の細胞に変換させて、いろいろな薬が神経の異常興奮をどういうふうに抑えるかというような研究に展開できるはずです。そういったことでですね、類似の症状の組み合わせを持って同一遺伝子に変異を有する患者さんが複数出たときに初めて診断がついたということを言うんですよというのが決まったのが去年であります。今はこういう状態です。各病院機関が患者さんの情報を、当然守秘義務がありますので、
こういう状態になっていて、どの病院に同じ花があるか、自分の持っている花束の中にどういう花があるかということをお互いに分からない。これを少しでもですね、このバリアを越えてお互いに、エクスチェンジャブルな状態に、してこそ初めてこの診断がつくというわけです。こういった努力をやってですね、たとえ治療法が見つからなくても、あなたのご家族の、次にもしお子さんが出たときにはこういうリスクがこういうふうにありますよということが実際に説明できる場合、それから訳がわからないのでいろいろ細かい検査をやりましょうと言ってお子さんにですね、侵襲的な検査をやってしまうケースがあるんですね。ところがそんな検査はしなくていいですってはっきり言える場合、こういうものも合わせるとですね、大変患者さんにはベネフィットが大きい。でその最後のピンク色のところのフェノタイプの、解析と、それから過去の文献の、検索、そしてゲノム情報の複合をどういうふうにやったらあそこの上から下に行くスピードが上がるかということは、おそらく医者のコミュニティだけでやっても、たかが知れてるんじゃないかというふうに思っています。これが最後の、スライドになりますけれども、こういった情報のシェアリングをですね、やっていくときにまだまだこれから解決しなければいけないオブスタクルがたくさんあります。このチェックマーク左下のところにですね、マシンリーダブルコンセントという考え方があります。これは概念で、実際にどういうものかという形も影も何にもありません。インフォームドコンセントは例えば日本では日本語でやります。患者さんが分かりませんから。しかし、そのインフォームドコンセントのタグ情報のついたゲノム情報を外国の先生とデータベースで共有するためには、このゲノム情報はこういうコンセントのもとに得られた情報で、こういうことには使っていいけど、こういうことには使っちゃいけませんというのが、きちんとコーディングされて、数字でこう表現するんでしょうか。マシンリーダブル、つまりコンピューターがそれを認識して、フランスならフランスのお医者さん、あるいはご家族、にその説明ができるようなデータベースを作らないと絶対にこの問題は解決しません。それから最後にもう一つですが、マイクロアトリビューションです。今まで難病研究の歴史を見ましてもですね、非常に強力な大学病院の教授がいろいろな病院にですね、アンケート用紙を回して、こういう病気あるいはこういう症状のある人を情報を皆さん何月何日までにファックスで送ってくださいみたいなことが延々と何十年もやられてきました。その時に関連病院の先生方はどういうふうに思うかっていうと、大学の教授はいいなと、ファックス1枚送ったらみんな返してくれると思ってるんだろうって、こういうふうに考えます。そういう人の方が多いです。慶応がそうだっていう、まあ慶応そうなんですけど非常によろしくない。さっきも申し上げたように、一人の患者さんを救うのにはたくさんのステークスホルダーがいる。この人たちのコントリビューションを、慶長はあってもいいから、この人がここで貢献したんだということを研究のリーダーがちゃんと認識をして、論文を出していくときにですね、極端なこと言えば ABC 順に書けばいいわけですよね、オーサーシップなんて。でそれで患者さんが救えるかどうかの方がはるかに重要だと。でこれは私は専門領域じゃないですけども、マイクロアトリビューションという言葉を Google で引っ張ってもらうとですね、昔のそのゲノムコンソーシアムとか国際協力がないと絶対にできないようなところで、もうオーサーが誰が重い軽いじゃなくて、まとめてコントリビューションを認めようっていう考え方がこのマイクロアトリビューションです。もしこういう考え方を臨床研究に持っていくと、患者さんも研究分担者です。そうすると研究費で旅費が出せる。こういう仕組みになんとかエーメドとして頑張っていきたいなというふうに考えています。時間が来ましたのでこれでおしまいにしたいと思いますけれども、何か皆さんのご専門の領域からいろいろご意見をいただければ大変幸いです。どうもありがとうございました。